こんにちは、日野です。今日は2023年の12月の15日になります。あと12月も半分ぐらいということで、なんかあっという間でもう2024年になってしまうなって思うんですけれども、かなりなんか何もしてないような気がするんですけれども、店は30日まで一応営業する予定で、あとは1月の来年は6日からスタートの予定なんですけれども、6日が土曜日ですね。だからなんか土曜日ってまた休みみたいな感じになっちゃうんですけれども、ただまあそれまでにちょっと1日は発送とかで行かなきゃいけないかなというふうに思っております。今日は昼から、今午前中ちょうどお昼ぐらいなんですけれども、昼からバイノさんが来ていただきまして、でイフミックの商品、冷えに打ち勝つ体づくりとイフミックの活用法ということでお話をしていただきます。年内最後のズームセミナーということで、今年もいろいろたくさん本当にしていただきまして、月3回ぐらいは、おそらく3、4回ぐらいやっていましたので、単純に30回から40回ぐらいはできたんじゃないかなと思いますね。これも本当にメーカーさんとか講師の方にいろいろ話をしていただいたおかげということで、ありがたいなと思いますよね。昔はこんなズームなんてなかったですから、コロナ禍の時からぐらいですから活用しだしたのは、それまではもう店に来ていただいてっていうことを、イベントをしたりとかっていうことで、ある意味すごい便利なツールがあるなということで、便利なツールを使わせてもらってるなということで、ありがたいとは思っています。すごい。それがなければやっぱりそういうね、伝える手段って限られてきますから、実際にズームでこう参加していただいたり、あるいはそれを限定でこう見逃し配信したりっていうことで、より多くの人に見ていただけるっていうのはね、すごいツールだなというふうに思いますよね。イフミックの商品に関しても、いろいろと、こう身につけるものがいっぱいありまして、靴下から、腹巻きから、それから肌着、タンクトップとかっていうのも出てますし、バランスガードももちろんあるんですけれども、いろんなアイテムが出てきておりまして、非常に好評なんですよね。やっぱりあったかい、身につけるだけでもなんかじんわりあったかいということで、そういうお声をたくさんいただいております。で、NO というね、一酸化窒素が発生するというのが、こう触れるだけで発生するっていうのが分かっていますので、その効果によって血管が拡張されるというんですかね。で、血流が良くなったりとか、そういう効果があるということで、特に冬場なんかはですね、身につけておく、腹巻きとかね、バランスガードとかしておくだけでもじんわりとあったかいというので、非常にいいお声をいただいておりますね。そういったこともね、お話をしていただきながら、バイヌさんにもかなり多分トップレベルというかね、いろんな講師の方に参加していただいている中では、本当に1番2番ぐらいにたくさんセミナーを、ズームセミナーをしていただいているなというところですね。実は店のイベントにも来ていただいてますので、そういう意味ではすごいたくさん来ていただいて本当ありがたいなと思います。そういうことをね、いろいろとさせていただいているんですけれども、イフミックの商品に関してはまたこうしっかりお伝えしていければなとは思っているんですけれども、NO というね、ものが割とやっぱ鍵というか、それが体内で発生するということで、サプリメントでもそういうこうNO を発生するようなものってあるんですけれども、なかなかこう身につけるだけでそういうのが発生するっていうのはね、ないんじゃないかなと思うんですよね。ですから、そういったものをうまく日常の生活の中でこう自然にね、身につけるだけで、履いてるだけで、靴下を履いてるだけでもそういうね、効果があると。で、バランス感覚が非常に安定するっていうんですかね、体幹が整ってしっかりとこう、なると。バランスガードっていうベルトがあるんですけれども、それがもともと転倒防止用で作られたものなんですよね。
だから、まあ、特に高齢の方に向けてどっちかというと作られた商品ではあったんですけれども、まあ、でも巻くことで NO が発生して血管が拡張されて血流が良くなるっていうこともあってですね、女性にすごい人気が出ているというかね、女性の方、年齢関係なく若い女性の方とかにもこう喜ばれるような商品になってるんじゃないかなと思いますね。まあ、これも不思議なんですけどね、触れるだけでっていう、まあ、そういうミネラルの、溶液っていうんですかね、それを、まあ、できたものに噴霧するだけで、それが半永久的にね、何回洗っても効果的に持続、効果が持続して、それを、その効果を維持できるということになるそうなんですよね。だからまあ、ある意味すごい不思議なんですけれども、だから、バイノさんがよくおっしゃってるのは、その量子力学的な観点からね、いろいろと説明もできるっていうことをおっしゃっていますね。まあ、触れるだけでとかね、そういうものがあって、あと、枕カバーとかもすごくいいんですよね。僕も使っているんですけれども、なんか髪がサラサラになったとかね、そういうお声もいただいてるみたいで、まあ寝るときにただ頭に乗せておくだけですから、あと、パッド、敷きパッドとかもありますし、まあいろんなものが出ていますので、またよかったらね、そういったものも、見ていただければなというふうに思っております。慎重に。たいと思うんですけれども、まあ、そんな感じでちょっと長くなりましたけれども、今回ですね、以上になります。ありがとうございます。